独特なのよ。そんでそんなことよりもみんなに聞いてほしい話がある。ファミリアタイムの前に話そう。あのね、4月の25日かなにコリアモテンバイっていう結構 HKT のメンバーが出たことある方多いから有名だと思うんですけど、そちらの舞台に初めて出演させていただくことになりました。なりました。私初めて演技をします。初めてって言っても、まあ来月、来週か、来週の芦屋の舞台、東京劇の三角定規さんの東京劇の方には出演させていただくんですけど、まだあれはあれの前の話なので、あれの後の話で、まだ即興劇終わってないからさ、ドキドキなんですけど、すごくないですか？また新たなさ、お仕事の幅が今回広がったんだなと思って、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいですし、まあ、緊張の方がちょっと大きいんですけど、でもなんか新しいことを学べたらまたそういうの活かしていけるんじゃないかなと思うので、楽しみすぎる。だってそうなんです。だから自分もなんだろうな、できると思ってなかったので、おめでとう。だってびっくりなんですよ本当に。ドキドキ、めっちゃドキドキ。それで言うとすごく結婚しません。そうなの、みんなびっくりしたくない？多分すごいびっくりしよう、びっくりしてんじゃないかなと思ったんですけど、配信も確かあるもんね、あれね。そうあった気がするので、多分うん、そう悩むこともいっぱいあると。初めてなのでね、セリフを覚えられるかなとかセリフ飛ばないかなとか、向いてるのかなとか、うん、いろいろ思うことはあるんですけど、まあなんかできるできると思って頑張りたいと思います。本当に緊張するけど、お稽古とかが始まるのかな、いろんなまた新たなさ、そういう共演者の方とも仲良くなれたらいいなと思うし、そう俳優の仲間入りです。だって本当にそうなんですよ、一人の女優として初めてお芝居するから、なんかノータッチで、なんか事務所内のね演技レッスンとかも実はあったりしたんですね。そういうなんかそういうの受けませんかみたいな、受けませんかっていうか、女優にすごく興味がある人いたらそういうレッスンがありますよみたいなレッスンがあったんですけど、私受けてなくて、そういうのを本当に受けてなくて、で一回もそういう演技を本当にやったことがないから、今回初めて多分一から学ばせていただくんですけど、そうなんです。なんか自分には無理なんだろうなって思ってたんですね、すごく。実はそうだったんです。君はもっとできる、だってそうね、君はもっとできる、いっぱい聞いて頑張ろう。そうなんです。だから自分のがびっくり、みんなよりも多分犬の方がびっくりしてると思う。なんかえーっと言ったもん、本当ですかみたいな感じだったんですけど、びっくりした。監督さんとかとももう一回お話ししたんですけど、監督さんにも本当に演技に興味あるって言われてでもめちゃめちゃ演技したいかって言ったら、めっちゃめっちゃ、もちろん舞台見るのも、私ドラマとかさ映画とか見るのめっちゃ好きなんですけど、
でもやるのは別問題ですって言ってしまったんですけど、でもご縁があって今回はこうね出演させていただくことになったので頑張ります本当になんかめだって自分ができないと思ってたから、でも多分悩むこともいっぱいあると思うんですけど、でもなんかそれそういうのも学べることに感謝だと思って、あの全力で頑張りたいと思います。そうね、すごく素敵な機会だと思いません？みんなもみんなの前でお芝居見せるのも緊張するなと思うけど、逆にみんながいるから本番中はさ、あの安心してあファンの方が見てくれてると思って多分安心してできるんじゃないかなとか、ちょっとよくわかんないんですけど、劇場公演と違いそうなので、でも絶対自分にとっては経験になると思うじゃないですか。しかも秋吉さんも同じチームにいるし、隣のチームに愛知もいますし、あの SKE さんのね方もびっくりした、えーって思ったもん、私そういうの知らなかったからさ。皆さんもいらっしゃるから、おー皆さんびっくり。なのでまだチケットはあれなんですけど、あちょうどその即興劇の三角定規さんのところでやるので、あとこの日にチケットが発売日なので、うん、よろしくお願いします。発売日がその日なので、まずは即興劇を頑張りたいと思います。確かにそう、ケナルシティの近くがそのホールなんですよ。だから毎日ブルーフルに寄れると思ってすごいよね、私どこなんだろうって思って、したら前回私小山転売見に行ったんですよ。そう見に行ったらその時にフルフルがあって、私その時もフルフル買って帰ったの。だからその本番期間中は毎日フルフルに行けると思って楽しみだと思って、すごく楽しみ。キャナルの近くです、劇場が。劇場ってかその5日間全部で7回公演あるんですよ。毎日1日1回と2回の日があるんですけど、そうそうそう、だからそうなんです、フルフルが、あ神レアタイムでーす神レアタイムでーす。22時になりました。私忘れないようにね、ミレアタイムの時間をねアラームに設定したらね7回あります。カミレアタイムが始まる、今日ラストのカミレアタイムです。頑張りましょう。でもさ、すごくみんなにさいいお知らせができたので、みんなラビニュースのやる気も上がったでしょ。どう？それとはまた別問題？私はファミリアタイムでアラームかけてたからだって、ツイートするのでね毎回「おいファミリアタイムでーす」って。そうです、ドキドキ。でも緊張しちゃう。ちょうど4月29日からお休みなので、だってゴールデンウィークの期間って言えばいいのかな、そんくらいの時期だった気がするので、あのちょうどみんながお休みなんじゃないかなと思います。天神ドーンとお芝居と忙しい。だってそうなんです。ちょうどさこのイベント15日までだからさ、
芦屋の即興劇の時もこのラビリンスだし、来週からコンサートのリハーサルも始まるんですけど、そのリハーサル期間中もこのイベントなので、みんなも力を合わせて頑張りましょう。でちょっとカミリアタイムが始まってしまったので、あの無理せずにショールーム、これを言いたかったです。この話をしたかった。あー間違えた。推しが女優なるなんてなんて恥ずかしい。でもそうよ、女優ですよねこのお仕事は多分今回なので。そうそう、わっびっくりした。女優です。いや自分もびっくり。私芦屋の東京劇のお話をマネージャーさんから聞いた時もめちゃくちゃびっくりしたんですけど、そうそう本当にびっくりしたんですけど、でもねその時にマネージャーさんに言われたのはね、坂本にぴったりな舞台があるよ、ぴったりなお仕事があるよって、その来週ね芦屋のホールにいて即興劇をするんですよ、三角定規さんの劇団で。でねその時もマネージャーさんみたいな方からなんかお芝居に興味ありますかみたいに言われて、うーんみたいな、お芝居は難しいですねみたいな、私やったことないからみたいな感じで言ったら、大丈夫みたいに言われてなんでですかって言ったら、その三角女優さんの劇団はセリフをね一個も覚えないでアドリブでいつも坂本がやってる MC みたいな感じでやったら大丈夫だからって言われて、はーって言って、じゃあ頑張りますって言ったんだ。やだー、もう こいつがもう私3回じゃ倒れさなくなってる、4回になっちゃった。そうなんですけど、そういう風に言ってもらって、でそれからの今回の舞台が決まったので、これはもてんまいが決まったので、ねえ、え本当に悲しい。これね3回で倒せたのねリノだけど4回になった、悔しいですね。強くなってるんですね。るちゃん起きてだって。1031日ありがとうございます。でもラビリンスも頑張ろうね。いい結果になりますように。今回もさラウンド制じゃないですか、まあ、とりあえず1回目のラウンドはなんかとりあえずの全力やってみようかなと思ってすごく思うけどラウンドが4回あるじゃないですか。だから4回のラウンドでそうもしかしたらここのところで1位を取りたいかなとかっていう風にやった方がいいのかもしれないし、まあ、とりあえず1回目を普通に見たいので見てみたいなっていう風には思うんですけど、3回2、3、4とかのラウンドの時にはめたりとかもここら辺は難しいけど、
運動性は難しいなと思ってます。どうしたらどう、やっぱボーナスがついちゃうからね。あ、本当だ、タワー来てますよ。だってケイボーありがとう。舞台が嬉しかったの。うん、見てる今。ありがとう。ぐちさんありがとうございます。えみちもありがとう。谷川豊もありがとう。フランファイトだってありがとう。あおいちゃんもありがとう。キドちゃんありがとう。あ、なんかあの妖怪倒しに行ったよりのキドちゃんの。オカモもありがとう。フランもありがとう。台湾の鬼久しぶり。ジャンさんもありがとう。ウクケセさん、はじめましてありがとう。タッタマもありがとう、久しぶり。アオイちゃんもありがとう。ナルちゃんも、楽しいよねさんもありがとうございます。チャンさんもありがとう。オカもありがとう。イニありがとう。ノブリンありがとう。ビーバーもコージーもオクシーもありがとう。ザキザキザキもありがとう。グチさんもありがとう。パチョリーナもありがとう。トマキくんもかわいい、ありがとう。皆さんありがとうございます。ではそろそろ私10分になったら終わりにしたいと思います。あ、3月になったね、今日で。早いね。うん、ありがとう。ラビ舞台おめでとう。とラビリンスのやり方がわからないから初めて投げていましたので、ねえ、ケイボーありがとう。ラビリンスぜひあのわからなくてもあの会員登録をしてもらって、そしたら1日1枚もらえるので、それで私のこと投票してほしいです。お願いします。ぜひ栄光のラビリンスって検索して会員登録をしてもらって、こうログインするだけで毎日ね1枚1日1回ログインするだけで投票チケットがもらえるんですよ。それで私にリクエストしてもらったらその1枚だけでも絶対違うのでお願いします。ディズニーの写真可愛かったので、ありがとう。そう、ディズニー行ってきたのこの前。だからみんな多分いっぱい携帯をねこの期間は見て多分きついと思うので、そうそうきついと思うので、あのみんながあーあーって携帯を 見終わってあーあーってなった時にリノのインスタ見たら可愛い写真があるように、この2週間はあのインスタも頑張ります。なのでインスタ見てよしってなれるような投稿にするようにするね。だって今日もさ、はぁ、かわいいってなったでしょ。ディズニーの写真はね、かわいいんですよ。なぜかわかんないけど、もらえるのでね。陸地系の使うタイミングとかあるのって、とりあえず、第1回目の時に出してほしいです。いけいけ。とりあえず4日まで、3日までか、4日にあれなので4日まで頑張って集めましょう。もう11分になっちゃった。そろそろ終わりにしようかな。あー、ねえ、なんて読むんですか今アイテム投げてる方。
黒、私最近この方が私のファンの方になってくれてね、でね今初見って書いてる一番上の方、この方が最近私のファンになってくれてね、この方がねリノのボードを作ってくれてるんですよ。でもツイッターにも書いてくれてるんだけど、なんて書いてるのか名前が分からなくて、名前を教えてください、読み方を教えて。な、黒線風の鉄橋さんみたいな、なんかなんて言うんですかねなんて言うの。そう、最近ね公園に来てくれるようになったんですよ。この前パレドラに行ったよね。ありがとう。アイテムなんて読むんですか、名前黒旋風っていうんかな。私ファンの方覚えるの早いから。あ、めっちゃやった、今1回で進んだ。黒旋風の鉄牛だって。うん、じゃあ牛ちゃんって呼びますね。ありがとう、キューちゃんって呼びます、これから。ありがとうございます、キューちゃん。アイリーパパもありがとう、ケイボーもありがとう、ナナハちゃんもありがとう。今日ねカラコンが違うんです。実はなんかお家にあるカラコンを使ってね、休みの日は使ってんですけどね、今日はカラコン変えてみたらなんか目がパチッとしますよね。やったよし、ちょっとあとはリノ、もう15分になったので集中してやりたいと思います。よいしょ、ちょっとタワーを描きますね。多分ね、私がねショールームやる時間はねカメリアタイムとね合わせたりするとね、あれ合わせるなって言われちゃったりね。まあ私の方のことそういう言い方する方誰もいないけど、合わせないでほしいですって言う人もねいるけどね、逆に私がショールームしてそれをなんか副音声にしながら頑張る方もいてくれたりするんですよ。だから難しいのでいろんな日を作るようにしますねそうそう、今日はちょっと半分言いたいことがあったから半分合わせてみたけど、そうそうそう、今日はあ3月1日じゃん。今コメントしながらちゃんと知ってるよだって、ありがとう、知ってるよ。そうそう、だからもしも私がショールーム中にやっててあれって方はね、あれですでも配信を切ってもらいたいけど、もしも一緒になって頑張れるよって方いたら一緒に頑張ろうそれでまだラビリンス始めてないよって方がいたらラビリンスを会員登録してもらって
一日ねログインするだけでね1枚貯まるんですよ。それがね本当にあって、毎日続けたら14枚になるのでよろしくお願いします。力借りてください。ドキドキです。去年よりも順位を上げられるようにして、1位を目指して頑張ってます。なちゃん起きて、だって起きた。だからあんまりやり方がねわからないよって方もいらっしゃるんですけど、よかったら周りに聞いてもらったりとか、そうそうして、よいしょ、私もわからないことあったらコメントしたら教えられるあのものは教えたいと思うのでよろしくお願いします。頑張ろうね、頑張ろうね。私ね今日の夜はプチリングを、今昼とかにプチリング夕方に使ったんだけど、今日の夜は時間があるのでしようかなと思ってます。よし頑張ろう。よしで、あのそうだ、チームに入ったらめちゃくちゃ強くなる、強くなるというか助けてもらえるので、ぜひ、私のチームはリノリノリっていうらしいので、リノリノリチームメニューをして、チームを押して検索してリノリノリに入ったらできるので、そこに入ってください。よし、ではちょっと集中します。葵ちゃん、ザキザキザキ、こがちゃんありがとう、牛ちゃんもリラクマありがとう。13位がジャンさん、12位がオカモ、11位がウクケイセさん、10位がエミジー、9位がザキザキザキ、8位がノブリン、7位がピーバー、6位が吉田さん、5位がコージー、あ、5位が似てるね、ん？コージーありがとう。4位がコージー似てる名前が似てるよありがとう4位3位がイニ、2位がギュウちゃん、1位がケイボーでした。私読み方今分かんなくなっちゃった、ありがとう。じゃん、ケイボーは初めてのタワーなんだって、ありがとう。おしめにして顔を分かるよ、初めてタワー嬉しいなって、ありがとう。ケイボーでした、ありがとうございます。天神ドンファイトだって、応援して票をぜひ入れてください。よし、今回課金はできないけど集めた分マリノちゃんに投票するんだって、あー、ありがとうございます、嬉しい。他にもそういう迷ってる方いたら投票してくれたら嬉しいです。じゃあね、おやすみ、3月もよろしくなって、よろしくね、おやすみなさい。あ、おやすみメールだって、はーい、送ります。バイバーイ、切りまーす。